オワコンバッチパーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフ王子の鈴木やっていきたいと思います。今日は現在出てるミッションを確認していきましょう。年間ミッション地球を選べ、シーズン中に40個のファーボールを選ぶということで、あと11個おそらく間に合うとは思います。がしかし油断はできない。そしてボールが止まって見えた丸さん、こちらは星4ミッション161打点上げるということで、こちらはあと13試合で残り1打点、余裕でしょう。ということで今日も元気よく OG やっていきたいと思います。今日はロッテ、そして日ハムと合計6試合、その後は明日オールスターをやっていきたいと思います。オールスターの後は世界戦や、さあかっ飛ばしていこうか。 OG がおいきなり2点を取って、ランナーはなし。そして佐々木さん右ピッチだね。スロースターがあるのか、なるほど。対左 F スロースターということで、これはファーボール狙えそうな気がするな。粘っていこう、粘れ。よし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 、ワンスリー。スラーブばっか投げてる。 OK、 山川さんが初球打ちしちゃうんだよね、お茶目だ。おい、まだスロースターは発動中だね、2回だから。さあカットバッシュいこうか。ストライクを投げてくるのかな。あーっとカットしようかと思ったけども、シンプルにミスった。いやとりあえずね、1日1本だからね。おっと同点に追いつかれて、どうしよう。スロースターも消えたから、まあまあまあ普通に打っていこうかな、追い込まれたらね。さあ2-3、ファーボール、四球ついた。よっしゃ、2つ目、勝ち越せ。ランナーはいない。そしてまた右ピッチ変わったけども、右ピッチャーなので、一発だからな。どうせだったら逃げ球の方が良かったな。ど真ん中入ってくるからね。上よ、うまく打ったな。右ピッチャーからうまく打ってしまったな。確実に反応遅かったぞ今、ボルトロとシェッツで。また追いつかれてる。あと900号まで9本だって、打ちまくりじゃん。いやー今ね、2球ともホームランボールだったね。畜生、わーっとよく見た、素晴らしい。スプリットか、おい。いやいやいや、ファールで粘っていきたい。よし、さああと9、2-3となってフルカウント。ファールで粘れるか。よし、3つ目、さあどうなる、どうなる。さよなら。ファーボール3つは合格でしょう。めちゃくちゃ選べた。これであと8個、残りシーズン半分を考えると結構余裕ができたね。もうこのパートで終わっちゃうんじゃないかってぐらい。お、そうだ、ミッション達成だ、スチールスパイク。いや最初の頃はめちゃくちゃ欲しかったけどね、もういらねえ。ということで無事ミッションも達成。そして新しいミッションが来る。赤い疾風のように、そして最強の助っ人マンスリースラッガー。これ赤い疾風のようにがミッション的には星4で一番簡単だと思うんで、こちらやりたいと思います。15試合連続安打ということで、頑張ってクリアしていこう。ではロールキャベツ屋行きたいと思います。体力回復大ということで、これが何よりもありがたい。今体力がね少ないので3万だとよ、高っ。でもロールキャベツ専門店でしょ、専門店の超うまいだろうな。さあ打っていこう、またまた打っていく。ランナー1塁、嘘、1点取ってるだけだ。チェンジアップ、完璧。対左で結果を残す OG である。いや完璧に持ってったじゃん。対左だからね、フルボッコにしてやるさ。チェンジアップね、東さんだったんだね。オッケー、ウェイ、ストレート。対左だからね、シンプルに打っていきたい。またチェンジアップ、あー打ち損じた、やっちまったな、もったいねえな。チャンスで来い、チャンスで。いやーこれはどうしよっかな、左左で勝負してやろう。追い込まれたらセーフティーでいく。パラパッパッ、チェンジアップ、完璧よ。よし、対左手2本打ててる打ててる。
これで勝てばいい。おっとピッチャー変わって風が強い。おい、ツーツーでカットする。あ、ダメか。ちょっと高めはカットしづらいな。勝てばいいが、勝てよ、しっかり勝てよ、よしよし。おい、どういうこと、どういうこと。9回に7点取られたんだけど、まさかそんなバカな。よっしゃい、完璧よ。これで勝ったでしょう。すげえとこまで飛ばすよね、逆方向で。はい、危な、まあ、最後ねしっかりとチャンスで打てた。いや、まさか9回にあんな取られるとは思わなかったわ。ビックラポンだわ。ということでしっかりと結果を残していて、なかるパッとヒーローにたかるとはいい度胸じゃねえか。10万だろ、いいさ。もう自家用ジェット買う金はある。では料理研究所行きたいと思います。確かここは怪我のスキルが5万だ。たっか、怪我のスキルを上げられた気がするんだよね。ほら、オッケー。おじい怪我したことによって D から E に落ちそうなんだよな。そういえば怪我が。おっと、ライバル対決、 T ジェンカの片平さんね。でチェンジアップあるぞ。右か左か忘れた。でホームラン勝負、森くんやってやろうじゃないの。左だったら嬉しい。ライバル対決をフルボッコにしやる。きた、左、これは狙え。いや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 、ど真ん中のシットもったいない。マジか、今のを打たないでいつ打つんだ。完全にやっちまったな。森くんホームラン勝負だ、勝負してやるぜ。どうだ、内野安打、内野安打、内野安打。肩がいい、なんでスラしねえんだよ。いや、あんな深いところからなぜ内野安打いけなかったんだ。左打席だったらいけたか。そうか、それだな、把握した。おじい左打席のが好きだ。わざと振り遅れ、タイミングを見た。チェンジアップ来い。おっと、これはフォアボールでもいいよ。パッパ、来た、フォアボール。おじいしっかりとボールを見ていく。でまたアピッチャー変わったね。で成田さん、サクチェか、サクチェとなんだっけ。よし、これはいった、森くんに勝てる。よっしゃー、左対左で打つ。おじいが打って、森くんホームラン打ってないね、この調子だとね。勝ったな、おごってくれよ、間違いなく。粘りたいな。あ、嘘、対左だ、対左だ。待て待て待て、右だと思ってた、油断した。 OK、よし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 、対左でしっかりとヒット打つ。おじいも二塁へ到達、余裕。こりゃ勝ったわ、確実に勝ったわ。対左でチャンス、山本さんね。チェンジアップ、うーわうーわ、待って、やっぱおじい左打席の方が好きだわ。うい、いや、ここチャンス、対左絶対に打ってけ。うわい、チェンジアップ、しっかりと見てく、しっかりと見て狙う。どうだ、越えろ越えろ、入れ、よっしゃー。いや、インコースをよく打った、素晴らしい。これは森君に圧勝ですね、申し訳ねえ。はい、勝利、本日2ホーマー、見事な森君にね捧げるホームランでした。4-3、しっかりフォアボールも選べた、最高の結果を残しましたね。まあ、1打席凡退がちょっともったいなかったかな。1打席目か、見事な。で片平もしっかりと攻略、ライバル対決勝利をする。そして森くんもホームラン0本、イエーイ、アザース。そして千葉に来てるんだから鴨川、いや鴨川外房遠いぞ、よく行ったな。おじい完璧だった。では空き地行きたいと思います。ここでさっき体力回復させた分ね、穴掘れワンワンしていく。3回掘れる、マックス3回なのかなこれって。まあとりあえずね、早くね温泉を沸かしていきたい。温泉が沸くという表現合ってるかわからんが、
体力回復させてもらえるでしょう。おそらく温泉ならば。オーナー3連戦また来たか。前回のパート確か2勝1敗だったと思うんだよね。今度は3連勝で、さあ打っていこう。オジイが見せるぜ。草か右ピッチ、うい、ナイスストレート。日ハムの草か、オッケー。前さ確かさ、こいつとエースと4番じゃなかったっけ、一緒にやってたような気がしなくもなくもない。多分その草かな気がするな。いやー打っちゃう、カットしたかったのに打っちゃった。走るグッド、これいった、ナイスラン。余裕、おじいが、おい2点取られる。待て待て待て、おじいがほとんどランナー出てないんじゃない。フォークか、オッケー。フォークとカーブ、あとまあシュートでしょうね。大丈夫、追い込まれたのでまたカットしに行く。いやーカーブをカットはちょっとつらかったか。ストレートよりかはチャンスはあったかな。頑張ってまた打つ、ナイスボール。やべ、三振はちょっとダッセーからな。ここ1本打っておきたいかもしれない。オーナーのために勝ちたい。待って、スローカーブ、あピッチャー変わってんじゃん、ピッチャー変わってた、打った。右ピッチャーでも変わってたわ。スローカーブ曲がる量が少ないと思って、ナイス1点差、勝て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 勝ってくれ。逆転する、出たい左のチャンス、よし。柳沢外野前進、オッケー、任せろ。よし抜ける、超マウンド傾斜で、おじいが二塁に走っちゃうよ。対左チャンスで結果を残して勝つ、あざーす。素晴らしい、おじいよかったよね。ちょっと右でね、右ピッチャーで打っちゃったのもあるんだけれども、まあ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 許容範囲だと思う。おっと絶不調、いや不調か、不調に落ちるということで、よしとりあえずあと2勝しちゃおう。パーッとパーッといきますか。しょうがねえな、10万ぐらいいいぞ、許してやるわ。完璧やね。そして電話誰だ、あそうだ、前回のパート赤星さんがあと1個で追いつくって言ってたんだよね。これで次でアイテムもらえるってやつかな。ガヤガヤガヤ、あれおじいじゃない、いやバレた。もうそろそろね、おじいじゃなくてね、 B と A の塊になるんで、おばあじゃないかなって思うんでね。性転換ワンチャン、わ国際大会が見えてきた。さあ2連勝しちゃおうぜ。さあやっていこう、打て打て、おじい、堀対左、チェンジアップある、オッケー。3-3ね、曲がるのはあとなんだ、チェンジアップがあるのは分かった、オッケー。うわ教えてくれる優しいね、スライダーとチェンジアップですよって。155だから、うわー打ち損じた、もったいねー、チェンジアップ。ガツンといかないと、よし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 、あと3本で905だって。チェンジアップ、シュイ、見たか、チェンジアップキラーのおじい。なんか変化球キラーみたいなのも欲しいね、対変化球丸だけじゃなくて。でピッチャーが変わって右か、ランナーも一塁だからカット技を見せていく、うい、フルカウント、ツースリー、粘る、よしナイスカット、粘って粘って、いやー手が出ねえ、そこは手が出なかったな。で左ピッチャーになる、いやいい当たりだが、いやーいい当たりすぎた、いやもうちょい弾道があればだったね、もったいね。最後の1打席ちょっともったいなかった。まあでもね、とりあえずヒット1本っていうかホームラン1本打ってるから、ミッションも継続してるでしょう。ではゴルフ場行きたいと思います。ここでまた賞金稼ぎ、そっか今日は夜か、珍しく夜、いやむしろ試合後にまた大会に出るとおじいの体力がやべえ、てか体力ねえし、ワンタン
麺。危ねえ、忘れてた。スコア53。余裕すぎるだろう。もうこっちの道で生活してもいいけどね、おじいね。ということで最後はなりきりプレイをいきたいと思います。オーナー3連戦3連勝で賞金をさらにもらうと、かっこよくおじい活躍しろよ。さあかっ飛ばして、いやその前に守備だった。オコエ元チームメイトよ。ぽや来た、おじうい、油断してたなおじ。さあ第一打席がやってきた。ランナーはなしの右ピッチなので頑張ってファーボールを選んでいきたい。早いな追い込まれるの。2-2だ。しっかりと見ていけ。いやー打った、粘れなかった。シンプルなアウトね。おじいの第2打席、今度は打ちたい、打ちたいけどもあれだね、まだ右ピッチだからまだそんな簡単には変わんないかな。追い込まれるのは早いって、カットするの大変なんだから。ナイスカット、危ね、結構ギリ。よし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 、フォアボールを選ぶにはこのカット技術を上げていけ。 OK、 2-2 だ。しっかりと見ていく。いやー当たったか、うまい、うい、アウト。いやでもさ、1日1本打っとかないとちょっとまずい気がするんだが。よし来た、これよこれ、待ってた。あピッチャー勝ってる、うい、井口さんね。1-2-3、確かスローカーブだった気がする。追い込まれたらミート、最低でも犠牲フライで済むからね。でも強振すると結構内野フライが、うわしよしよしよし、多いと思ってたんだがね。回る回る回る、回った。よしおじいも任せろ。あーアウトー、追いついたが、あっとオーナーの前で頑張れ。オーナーの前で勝ちたいからね。ここは点を許すな。さあ頼むぜ、しっかりと抑えてくれよ。よしほい、オッケー、余裕を持ってアウトにする。さあ勝ちこそ。あちょっと待って、右ピッチで燃えてる。打ったー、抜けたー、ヒットだー。いやマッカーはやられたー、あるセーフ。せーのバット、おじい最後決める、来い。よし対左ね、オッケー。ドラモンド、ここで打てばかっこいい。待って、変化球結構苦手だって気がする。ドラモンド変化球じゃなくて全体的に苦手だって気がする。うわー今の打ちたかったな。パッパーラッパーパッパッパーパッパドラえもん。こいや、うえースライダー落ちんのなんだっけな、忘れたな。打ちて長打警戒か、ホームまで戻れねえな。よし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 、ワンスリー。ランナー神か、足速えな、めちゃくちゃ牽制されるじゃん。カーブか、うんオッケー、まあ打ちたかったな。よし抜ける、いやさよなら打てなかったけどまあ許す。よっしゃーナイス、さよなら押し出し、さよなら押し出しだとよ、なんだと。まあまあまあ許容範囲ですかね。しっかりとね対左でも打ててたし許す。ということで今日だいぶね活躍したんじゃないかな。クリア、オッケー。プロモデルスパイク、まあもうね景品自体はいらないんだけどね、いろいろな経験値っていうのが欲しいからミッションやっていく。そして赤い湿布のように ② が来たね、同じようにやっていこう。こちらもミッションスタートで活躍を期待するぜおじい。でご祝儀あざす10万。でもさこの後さ、そうだよね、たかりに来たよね。お違った、よかった先輩、菊池パイセンじゃないですか、ゆうせいくんね。いやーここでまた10万出費するんでしょう。もう一瞬で終わっちゃう。え、なになになに、誰誰誰、ああそう赤星さん盗塁したんだ。来た赤星スパイクか、なんだ赤星グラブ、なんだろう気になる。こちら赤星グラブつけると走力プラス7、守備プラス3、
試合出場時確率で盗塁の経験値プラスということで、走力が上がるグラブって謎だよね。では川岸行きたいと思います。ここで船釣りの大会に出てやろう。また賞金を稼ぎに行くおじである。今日の活性はどうだい？良くないということで、じゃあ遅めですね。これでまあとりあえずね、大きいのでもちっちゃいのでも釣っていけばいい。22優勝でしょ。2位かー、マジか。ゴルフが安定して稼げるな本当に。おー、ありがたやありがたや。ということでオールスターか。次は移動して、そしたら休む。そしてオールスター前に行動あると思うのですが、今日はここまでにしたいと思います。ということでフォアボールあと7個、赤い疾風のようにこちらはあと5試合になっております。頑張ってミッション達成させていきましょう。そして念願のハイパージェット早く買っていろんなところに行きたい。ということでまた次回のおじもご期待ください。バイバッチ。